フロッシングのヨースデンタルフロスは、剣士や合成繊維などの繊維を用いた歯間の思考や、食片を除去し清掃するための細い糸のことである。用途が似たものに、歯間ブラシが存在する。歯ブラシでは届かない士官の側面や、士官下の歯茎についた歯垢を除去し、歯周病や虫歯を予防する目的で使われる。一般的には、フロスとも呼ばれる。 ただ単純に歯ブラシでブラッシングするだけでは思考の50%から70%程度までしか除去できないと言われているがデンタルフロスを使うことで90%程度まで思考の除去率を高めることができるため虫歯、歯周病をはじめとする口内疾病を防ぐ効果があるとされているデンタルフロスを用いた歯の清掃を フロッシングといい、歯ブラシを使ったブラッシングと合わせて予防効果を高める。欧米では、フロッシングは一般的な習慣となっている。糸、もしくは細い繊維状のものを士官掃除に使うという慣習は、有士以前の人間にも存在し、歯にそれらの痕跡と見られる溝も見つかっているため、デンタルフロスやそれに似たものは、有士以前から使用されていたと考えられる。 現在のようなデンタルフロスは、1815年にアメリカ・ニューオリンズの司会パーミリーが絹で作られた現代のものに近いデンタルフロスを発明し、人々に主間の掃除を推奨するところに始まりを見るが、1882年にカットマンシャータルフトカンパニーがワックスをかけないタイプの絹製フロスを販売するまで人々の間には浸透しなかった。 1898年、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、赤十字や、ソウルター・スイール社、ブランズウィックなど、いくつかの商標を含んだ、デンタルフロスの第一号特許を取得した。デンタルフロスは、第二次世界大戦までは、あまり一般的でなかった。しかし大戦中、チャールズ・シーバス博士によって、絹性より摩滅しにくく、弾力性や耐久性に富んだ、切れにくい、 現在のようなナイロン製のデンタルフロスが発明されたために対戦後には歯をより清潔に保つためにデンタルフロスを用いることの重要性が強く強調された。糸巻型エクスパンドタイプここでは一般的に多いものをあげる。使用の際、自分の歯の形や歯茎の状態にあったものを歯科医院で指導を受けて購入するのが望ましい。 デンタルフロスを40から 50cm くらいの長さに切り取る両端を親指と中指で持ち、右手中指に3回ぐらい、残りを左手中指に巻き付ける両手の中指の間が 10cm くらいのところで巻き付けるのをやめ、人差し指と親指で糸をつまむ。その際、つまんだ指先と指先の間が1.5から 2cm ぐらいになるように調整する。 人差し指と親指を使って、ノコギリのように往復させながら、デンタルフロスを歯と歯の間に、ゆっくり挿入する。歯と歯がきつく接している箇所を通過したら、デンタルフロスを片側の面にぴったり当てながら、歯茎の下1から2ミリメートルのところまで入れる、デンタルフロスが、C 型になるようにして歯を包み込み、 デンタルフロスを上下に何度か移動させる隣の歯についても同様に清掃する挿入の時と同じくゆっくりと隣接面を通過させてデンタルフロスを外すデンタルフロスを行う際には汚れや細菌の移動を防ぐため1歯間部ごとに綺麗な箇所を使って清掃する必要がある汚れを落としたデンタルフロスを移動させるには右手中指を一貫期し左手中指から一貫外す また、歯並びや修復物の状態により、使用法や注意事項が異なる場合があるため、歯科医師や歯科衛生士の指導を受けて使用することが望ましい。ワイヤーを使った歯の矯正により、歯の上からフロスを通すことができない場合に使用する。スレッダーの輪にフロスを入れて、そのままスレッダーを歯管に挿入することで、フロスを歯管に通すことができる。ありがとうございます。